中山香織です。この動画でオークスの事前予想ということで、今回面白そうな推奨馬に選んだのがピンハイです。父ミッキー・アールの血統から考えるとマイルまでの印象が強くはなりますが、母父にはジャングルポケットとトニー・ビン系の血統が配合されており、距離もなんとかクリアできると判断いたしました。またオークスでは比較的馬体が軽い馬が好走する傾向にあり、410キロ前後の小柄な馬体はプラス材料となりそうです。前走の桜花賞でも上がり2位のタイムとなる33秒4の末足で5着の掲示板を確保しており、この決め足は府中の長い直線にも合っていると思われます。今回は血統、馬体、客室の観点から推奨馬に選びました。本予想は日曜日の夜に配信をいたします。ぜひご覧ください。中山香織でした。